はい、どうもこんにちは。今回はですね、高機能 KVM ドッキングステーションについてお話をしていきたいと思います。KVM スイッチに特化しているブランドである、このテスマートさんからですね、今回お声掛けいただきまして、サンダーボルト4に対応したこちらの HDC202X24 をね、試させていただいております。まあ、KVM スイッチってね、何かと言いますと、キーボード、ビデオ、マウスの、この3つのですね、頭文字を取った略称でして、同じキーボードやモニター、マウスをですね、複数の PC で使えるようにできるデバイスでございますね。で、今回ご紹介するモデルはですね、デスクトップ PC とノート PC をそれぞれ接続して、1つのキーボードとマウス、まあ、そして、デュアルモニターをですね、共有して使える高機能 KVM スイッチとなりますね。まあ、普段はね、デスクトップ PC を使っていて、まあ、仕事ではノート PC を使っている方とか、まあ、サブで、ね、ノート PC をお持ちの方とかが、まあ、そっちでもこだわりのキーボード、マウス、まあ、そしてモニターをね、使って作業をしたい。まあ、そういったニーズに応えるね、デバイスになるかなと思っています。まあ、ちなみに最近のモニターとかだと、でこの KVM 機能がついているモニターなんかもあったりするんですけれども、やっぱ映像出力はね、当然一つになりますし、まあ転送速度とかもね、やっぱどうしても制限があったりしますので、その点ね、やっぱ専用の KVM スイッチを使うことによって、いろいろとね、できることが増えるというものでございますね。見てみるとこんな感じ。とてもテンションが上がる化粧箱になってますね。はい、ということでこちらがですね、その本体 HDC202X24 でございますね。これがね、どんな KVM スイッチなのかっていうところ、簡単にまずね、ご紹介しておくんですけれども、40Gbps の転送速度に対応している Thunderbolt 4の入力ポートが準備されていまして、最大 4K60p のデュアルモニターへのですね、出力っていうのが可能となっているモデルになっています。でフル HD であればリフレッシュレート 240Hz にも対応していますし、2K でも 120Hz 対応できますので、ゲーミングモニターとかもね、その性能を発揮できる、そんな KVM スイッチになっています。で、こちらがですね、まあ、同封物に関してはですね、まずはまあ本体と、あとまあ DC アダプター、あとサンダーボルト4のケーブルに、あとディスプレイポートケーブル、あと HDMI と USB が合わさっているケーブルが1本と、あとリモコンというのが付属してきています。はい。あとね、こんな感じでユーザーマニュアルもついてきてまして、ちゃんとね、日本語での説明っていうのも記載がありました。ただまあすごい概要しか書いてないんで、詳細はね、こちらの QR の方から読み込んでもらって、ユーザーマニュアル PDF で見ていただければと思います。はい。で、そしてですね、本体サイズについてなんですけれども、横幅がですね、だいたい23センチほど。で、縦がだいたい13センチほどでして、で、高さがだいたいですね、4.5 センチとなっております。ちょっとね、サイズは大きめになっていまして、まあ、残念ながら自分が今使ってるデスクシェルの方では、棚の方にはね、設置することができませんでした。ちょっと高さの問題でね。で、インターフェースにつきましては、背面がこんな感じになっていまして、ここからね、DC の電源ポートと、あと、マウス、キーボード用の USB タイプ A のポートが2つ。あとは、その他機器用の USB3.2 のポートが2つ。で、モニター用のアウトプットのですね、HDMI2.0 のポートが2つ。で、最大ですね、1000Mbps に対応している LAN ポートもありますね。入力端子側の方はですね、PC1 の方に Thunderbolt 4の端子が2つありまして、1つがノート PC へ接続してもらって、で、もう1つはね、これ拡張ポートとして使用することができまして、例えば外付けの SSD の接続だったりとか、まあ、USB の Type-C で使用可能な、いわゆるモニターなんかへのね、映像出力なんかも使えたりします。まあ、なんで、1、2、3映像出力、一応ね、3つモニターが使えるというようなものになっていますね。で、PC2 の方にはですね、デスクトップ PC をつなげるような USB ポートと、あと HDMI が、ね、一緒になっている、ここのポートと、ディスプレイポートの入力端子になっています。で、そしてですね、前面の方にもですね、こちら 10Gbps に対応する USB タイプ A と C のポートがそれぞれ1つずつ、そしてイヤホンジャックが1つね、用意されていますね。で、あとここ、アクセント程度にはなるんですけれども、RGB の LED ライティングがありますので、まあ、ここいろいろ光ってくれるというものになります。本体はこんな感じですね。じゃあ実際にこちらちょっと接続してみたいと思います。はい、ということで今から実際に接続をしていきたいと思います。もうすでにね、配線の方は準備はしていまして、まずは電源ですね。アウトプット用の HDMI2 つ。
これで準備は完了ですね。はい、ということで実際にね、デスクトップ PC とノート PC をね、今接続をしてみました。ちなみにね、アウトプット用の HDMI ケーブルは付属してこないので、自分で準備しておく必要があるので気をつけてください。で、あとノート PC についてもね、この USB Type-C のポートが外部出力に対応しているポートである必要がありますので、そこもね、注意しておいてください。この USB Type-C に関しては、60W の電力供給も対応してますので、まあ、充電しながらね、使用ができますね。でですね、本体のですね、前面にあります、ここのですね、オレンジのボタン。まあ、ここのボタン、もしくは、付属している、こういうね、リモコンですね。これらを使って、PC の切り替えっていうのができるようになっていまして、一回ね、切り替えしてみるんですけど、よいしょ。はい。まあ、こんな感じでですね、切り替えにあたっては、モニターが映るまでね、まあ、若干、数秒間のラグっていうのはあるんですけれども、まあまあまあ、許容範囲かなとは思っています。で、実際にですね、切り替えの後に同じキーボード、マウスが使えるのかっていうところを試してみました。今こちらですね、ノート PC につながっている状態です。こんな感じで使えてますし、こっちにも映るようになってますね。遅延もほとんど感じないですね。で、この状態で、例えばここを押してもらったら、はい、今、デスクトップ PC の方に切り替わりましたね。はい。こちらでもですね、こんな感じで、デスクトップ PC での使用っていうのもできるようになっていますね。で、結果はね、やっぱ問題なく使うことができまして、やっぱ遅延とかもね、特に感じなかったですね。で、映像出力もちゃんと使えてますし、こっちのね、縦型の配置っていうのも、問題なく使うことができてました。はい。あとはですね、地味にこの EDID エミュレーターっていうのも便利でして、まあ、通常であれば、モニターを切り替えるタイミングでね、開いていたアプリとかウィンドウの設定とか、そういうのが、まあ、一回ね、メインモニターにまた再配置されまして、次の接続時にまた配置をし直すとか、設定をし直すみたいな作業が必要になるかと思うんですけど、この EDID シミュレーターがあればですね、切り替え前に配置したウィンドウの位置とかをちゃんと覚えておいてくれてですね、まあ、そのまま残ってくれていますので、コロコロ切り替えたくなっちゃうんですね。自分にとってはかなり便利な機能かなと思いました。また、ユーザーマニュアルに記載のあったキーボードを使ったショートカットっていうのも便利になっていまして、右のコントロールをこの2回押してから、数値の1を押すとですね、はい、PC1 に割り振っている入力へ切り替えることができまして、今、ノート PC の画面の方に変わりましたね。で、今度はコントロール2回押して2を押すとですね、PC2 の割り当てているデスクトップ PC のこの画面の方に切り替えることができます。で、ディスプレイの方だけを切り替えするっていうこともできまして、またね、コントロール、右のコントロールキーを2回押してから矢印の右キーを押すと、ディスプレイ B に接続しているモニターをノート PC に設定しているモニターのメインモニターを映すことができます。で、もう一回コントロール2回と右を押すとですね、今度はこのノート PC の方のサブモニターがこちらに配置することができるようになって、ここ縦の配置になりましたね。なんで今この状態は、こっちのメインモニターはデスクトップ PC につながっていて、で、こっちのサブモニターがですね、こちらのノート PC につながっている。そんなような形で切り分けすることもできます。まあ同様に矢印この左を使うことによって、このもう一枚のディスプレイの方をコントロールすることができます。ちなみに今これ LED のねバーが光ってると思うんですけれども、右のコントロールキーを2回押してから L ボタンを押して1を押すと消灯することができます。で、またコントロール L2 を押すとこんな感じでレインボーに光ってくれたりとか、コントロール L を押して3を押すとこんな感じで単色にしてくれたりとか、まあ、ライティングのパターンをねここでショートカットで変えることもできたりします。はい。で、そしてですね、自分はね、PC ゲームを普段からやっていますので、まあ、モニターはね、高リフレッシュレートのゲーミングモニターを使っているんですけれども、まあ、遅延などが気にならないかどうか、実際にゲームをやってみました。まあ、結構こういうドッキングステーションとか、中継機を挟むことでですね、リフレッシュレートの制限がかかってしまったりとか、機能をね、フルで活用できなかったりするケースもあるんですけど、こちらの HDC202X24 は最大 4K60Hz まで対応できて、2K でも 120Hz まで出てくれますので、まあ、自分の環境でもですね、そこまで制限かからずにモニターをね、運用できてます。まあ、グラボからね、直接挿してる時と体感はね、そんな変わらずにプレイすることができました。インパクトも返せたりしましたね。
そしてですね、ゲームでの利用についてはコンシューマー機でも使えることができまして、PS5 とか、あの、任天堂スイッチ2はですね、リフレッシュレート 120Hz に対応してますので、まあ、ゲーミングモニター使いたいなとやっぱ思うと思うんですよね。自分はちょっとね、今、まだ、スイッチ無印しか持ってなくてですね、スイッチ2ちょっと抽選あって落ちちゃってるんで、持ってないんですけれども、USB Type-C での接続はやっぱどうしても映像出力っていうのはできない状態なんですが、ドックを使っての HDMI 接続をすることで、モニターの方で投影することができました。またですね、作業においてもかなり便利に使うことができまして、まあ、例えばなんですけど、この HDC202X24 の方に SSD を接続することによって、共通のストレージとしてね、管理することができるようになります。まあ、外出先とかで例えば撮影してきたデータをね、ノート PC で保存してましたと。なので、こちらで撮ったデータとかを、まずこの SSD の方に移してもらいます。そして、その後切り替えていただいて、デスクトップ PC の方でですね、こちらの SSD に接続することができますので、これを使ってね、簡単にアクセスすることができますし、目当てのデータっていうのをね、編集したりとかすることができるようになります。で、こちらもね、10Gbps に対応するポートなので、データ転送も早いですし、ストレスフリーでね、作業することができます。はい、ということでね、ここまでこちらの HDC202X24 についていろいろとお話をさせていただいたんですが、まあね、少し使ってみて気になった点っていうところもね、いくつかありましたので、そちらも共有させていただきます。まあ、一つ目がですね、やっぱサイズ感ですね。自分はちょっとね、大きめだなと感じましたね。まあ、ハイスペックかつ、まあ、インターフェースも豊富なので、まあ、仕方ない部分ではあるかなとは思ってるんですけれども、欲を言えばね、ここのデスクシェルフの棚にね、収まれば、なお良かったなと思いましたね。はい。気になった点二つ目がですね、アウトプットが HDMI の 2.0 という部分ですね。で、入力がですね、こちらせっかくサンダーボルト4なので、本来だったら 8K60Hz にも対応するはずなんですけれども、どうしてもその HDMI のね、出力の部分で 4K60Hz が最大となっています。まあゲーミングモニターとかはね、あとディスプレイポートの接続が多かったりするんで、アウトプットにディスプレイポートを準備してもらうか、もしくはね、HDMI 2.1 になっていれば 2K でもね、さらに高リフレッシュレートで対応しますので、なお良かったかなとは思いますね。まあ、とはいえですね、本当にそこまでスペック必要なのかと言われたらですね、まあ、HDMI 2.0 でも十分なスペックかなとは思いますので、強いて言うならという部分ですね。はい。で、そしてですね、気になった点3つ目、まあ、最後の部分なんですけれども、それは価格の部分ですね。まあ、ここまでハイスペックな KVM スイッチと、まあ、ドッキングステーションのハイブリッドのデバイスになっているので、高価になってしまうのは仕方ない部分なのかなとは思っているんですが、まあ、定価で約10万円ほどで、まあ、セール時とかにだいたい8万円ぐらいと、ちょっと結構ね、強めの価格になっています。まあ、しかしながらですね、デュアルモニターに対応しているサンダーボルト4を採用した機種っていうのはなかなかないかなと思っていますので、まあ、デスクトップ PC とノート PC をね、併用している方、まあ、スムーズな切り替えと高リフレッシュレートのゲーミングモニターをね、共用していきたい方、にはね、かなり刺さる商品なのかなと思っています。で、今回なんとですね、テスマートさんの方から割引のクーポンコードも発行いただいているということで、なので、ね、気になる方はぜひそちら活用いただければなと思っております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、高性能 KVM スイッチ HDC202X24 をレビューさせていただきました。まあ、こちらのチャンネルでですね、こういったデバイスだったりとか、あとは撮影機材等々のご紹介をしているチャンネルでございます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。